海上保安庁が定める航空安全の日の今日。今年度の基地の目標は2つです。肝に銘じてください。1つ目は事故の根絶、2つ目は安全で健康な職場作り。関空海上保安航空基地に所属する隊員たちの前で決意を語るのは、海上保安庁初の女性基地長を務める中林久子さん。大阪育ち、富田林高校出身の中林さんは、海上保安大学校を卒業後、巡視船相模の船長などを務め、この春、関空の航空基地長に就任しました。およそ85人の隊員が所属する関空基地では、24時間体制で空港の警備に当たるほか、海上交通の安全確保、海難の救助などに取り組んでいます。来年には大阪・関西万博が開催され、海上保安の責務も増す中、トップとして隊員たちと気持ちを新たにしました。帆船祭りとかがあったんですよ、私らが高校の頃なので。何年前かな、40年弱前ですね。それに感化されて商船大学行こっかみたいな話をしてたのがいるんですけど、まあ、そのうちの一人がですね、この海上保安学校に行くっていうのを聞いてですね、なんだそれはって思って調べ始めたのがきっかけです。明日も未来も今日でできている、そういうつもりで仕事したいと思います。